あーし。じゃあバトルしちゃいますか。鉄の剣あるからね、今は。あ、拠点を狙うモンスターだって。めんどくせえからさっさと始めちゃおうか。よし、牛沢、ついに準備ができたな。いよいよ姉子救出作戦を決行する時だぜ。それより大倉庫作りたかったな、その作戦の前に。結局大倉庫作れてねえんだもん。と思ったらだ。城に攻め込もうとしてる俺たちを見て、魔物どもが先手を打ってきたみてえなんだ。姉子を助け出すためにここは何としてもしのがなきゃならねえ。さあ頼むぜ、牛沢。いいよ。ハグルは、どういうことだこれは。こんな時に激しい腰痛が。やめろそれ、散々ミスターサタンが使い古したやつ。悪いあった、頼んだぜ牛沢。それもう3、4回目ぐらいだけど、やり続ける勇気はすごいわ。走ってんじゃねえかお前。どっか行け、どっか行け。どっから来てる。あー、来てる。勝負だ。さっき3体相手にしてるからね。2体なんてどうってことないぜ。で、あ、魔導士。先に魔導士やりたいな。くそ、さすがに敵多いと厄介だな。同時に攻撃避けるのが難しいね。よし、倒した。で、おお、すごい、あいつ一人で頑張ってんな。これでフェーズ1が終わり。気抜くなよ、気抜くなって。あ、でもなんか武器強くなってんなこいつら。鉄の金槌になってんね、大金槌。2人とも温泉強化したからだ。ここでは温泉強化すると仲間の武器強くなるからね。よし、で、ちょ、街の中行くんじゃないよ。あ、別にこいつらあれか、建物壊す力はないからほっといてもいいのか。で、隊長こいつか。よし、隊長は俺が差しでやってやろう。はい、うわー、やられちまった。筋肉ガードを使わなきゃダメだったな、筋肉ガード。よし、突進が来たら仲間の裏に逃げればいい。よし、効いてるぞ筋肉ディフェンス。ヘイヘイ、ビビってますよガードなんかして。おら、勝ったぜ。いや、でも一発食らったら結構食らうな。鉄の盾作ったのにな。服は旅人の服のままだからな。よし、おいしい。倒したね。さすがだぜ、ウサ。よく魔物たちを追っ払ってくれたな。ところで腰の具合はどうだい、ガロン君。痛いって言ってましたけど。さあ、いよいよこの時だ。姉子救出作戦の開始だぜ。それじゃあ救出作戦の説明を説明とかいるんだ。え、いや、いいけど。姉子は魔物の城の中で捕まっている。これを助け出すのがもちろん第一の目的だ。あれだよね、あの看板から南に行けばいいんだよね。だがそのためには姉子が入れられている牢屋を壊すための強力な武器が必要になる。大金槌、すでに作ってますよ。その武器を作るにはだ、姉子が研究してた発明メモに書かれている。いろんな兵器作りの大元に、ああ、大金槌よりもっと強力な兵器が必要なんだ。マシンメーカーってもんがいるらしいんだ。へえ、あったなそんなの。けどな、厄介にもそのメモ自体が今は魔物に奪われちまってるのさ。そこでだ、牛沢、しばくねえ、俺のことしばくねえ。さっき戦わなかったくせに。救出作戦の第一弾として魔物の城からまずはその発明メモを手に入れてくれ。俺はいつものように留守番してるぜ。お前たちの無事の帰りを夜空のお星様に。本当に使えねえやつだなお前は。お、なんだよ、凍てつくような冷たい目で人の顔を見るんじゃねえ。うん、わかったよ。誰やろう、姉子のためだ。今回ばかり。あ、来てくれんの。別に、まあ、別にいざ来るとなったら来なくてもいいけど、今回ばかりは、お、俺も行くぜ。城の場所はコンパスを見りゃわかる。しっかり準備を整えてみんなで行くんだ。ここ心の準備が出てできたら、もう一度俺に声をかけろな。マジで、いや、本当に、
本当に別にいざ来るとなったら正直どっちでもいいんだけどマジで。じゃあ行くときにガロンに声かけりゃいいのか。ちょっと荷物じゃあ整理して、はい、ガロン、お腹いっぱいにもなっておいたし準備できたぜ。なんだよさ、まさか姉子救出の準備ができちまったのか、ちまったのかって。姉子助けてんだろ。よし、よし、いよいよだな、ウスだ。そこでいつものようにお前に頼みがある。俺たち荒くれは血の気が多くてダメだ。お前が作戦のリーダーになってくれ。当然よ。いいか、魔物の城に攻め込むにはチームワークが大切だ。いくつか注意を言うぜ。一つ回復薬はたくさん持っていけ。リーダーのお前が倒れたらおしまいだからな。あ、そんなに厳しい道のりなんだっけ。一つ仲間とは常に行動を共にしろ。単独行動するとはぐれちまう。極力一緒に動け。分かってる分かってる。すぐはぐれるからな、こいつら。一つ深追いするな。時には引くのも大切だ。やばくなったら逃げるんだ。ちなみにな、やられた仲間を見失ったらコンパスを見れば居場所がわかるぜ。さあ、まずは発明メモを取りに魔物の城に行くぞ。魔物の城は青い扉の先だぜ。ベイパーとギエラにも声をかけろよ。3人みんな連れてくってこと？すげえ、ガロンがついてくるようになった。で、ベイパーは？魔物の城に攻め込む準備できておりますよ。わしは早く人暴れしたくて大胸筋がピクピクしておるぞさせてるんだろう。しゃれ、失礼。準備 OK です。これで2人で、ギエラどこ？ギエラ、いたいた。行くぜ。アラスだ、魔物の城に攻め込む準備はもういいの？待ちくたびれたわ。早いとこ魔物の城に攻め入って暴れてやりましょう。これで3人目。さあ行きましょう。すげえ、あ、すげえすげえ仲間がついてくるって楽しいな。よし、じゃあ行きますか。ただほんと3人もいるとな。そう、ガロンも言ってたけど、一人でもはぐれると厄介なことになるからね。常にちゃんとみんながついてこれるようにしなきゃいけないんだよね。例えばさ、高いとこから降りるときとかもさ、一気に飛び降れないでちょっとずつ下がっていかないとさ、なんか来てくんないの、こいつら。で、あれ、あの看板どこだっけ？こっから南とか書いてあった。あれか。これこれ。西の鉱山に人間どもを近づけるな。と、南の砦に人間どもを近づけるな。南は、あっちだな、サウス。おお、なんか関所みたいなの壊れてんじゃん。あそこから行ってやろう。あ、マドハンドだ。仲間呼んだりするんだっけ？あ、倒しちゃう。うわー、そいつは相手にすんな。強そうなのわざわざ相手にすんじゃねえ。行くぞ。はい。うわ、門番とかいるんだ。ちょっとまずくない？あのフレーム倒せないじゃん今。ああ、ついてきちゃってるし、ストーンマン。バカ、連れてくんなよ。そう、こいつは厄介だぜ。ああ、こいつは結構厄介だぜ、マジで。先にストーンマン倒しちゃおうか。よし、この鎧の騎士はちょっと強くな、体力高くなってんな。やっぱこういうイベントモンスターだから。で、ちょっともう攻撃効かないフレーム殴ってんじゃねえよ。いつまでもそいつダメージ飛んでんだって。お前らさ、わかるだろそろそろ。もうちょっと。ああ、倒した。関所を制圧した。全然制圧したっぽくないけど、ガンガン殴ってるよ。お、もうそいつ相手にすんな。この先行けばいいのか。このまま石書、なんかアイテムとか、お、あんじゃん。あ、なるほどね。あ、ありがたいかもしんない。結構ダメージ受けるもんな。こういう机とかも持ってきたいけどな。ん？あれ、人が倒れてる。え、これもしかして仲間？返事がない、ただの屍。うわ、悲しい。マジかよ。連れて帰れるわけじゃないのか。あ、木材！ごめん、大きな声出しちゃった。これ大倉庫作れんじゃないの？やべ、一旦帰ろっかな。
一旦買いたくなってきちゃったな。多分大倉庫作れるもん。すまねえみんな、姉子は後回しだ。俺がどんだけ大倉庫を作りたかったか。これ帰ってきたら一旦みんなと解散になるんだっけ。だな、また共に行こうぞまた行きましょう。のんきすぎるでしょ。姉子助けたいんでしょみんな。いやでも今それどころじゃないからね。やったー、木材ちょうど8個。今よし。でこれの置き場所だけど、これ決めてあるんだよね。実はもう大倉庫なんて別に置いてあればそれでいいものだから、地下室に置こうかなって思って、もうちょっと掘ろうかなこの辺。ドーン、こういう感じでくぼみに収め込んで。いやー長かった。よし、もう拠点を狙うモンスターとか、ああもう知ったこっちゃないですよ。寝ましょうぜもう。おやすみ。いやーこの瞬間が気持ちいいね。収納箱に溜まったアイテムを一気に回収する瞬間。あーでもあれか、工房には収納箱は置いておかないと工房扱いにならないのか。お風呂入ってる場合じゃねえぞ、3人で仲良く行くぜ。あの子救出。でさっき制圧した関所がここだな。もらってこう、いろいろせっかくだし。食堂とかを強化できるかもしんないな、テーブルとか椅子があれば。でこの先はまだ行ってない場所だ。コンパスのマークは向こうに出てんな。ああ、あれ通るのか。あそこが入り口かな、この正面が。マグマ、どうしよっかな。普通に土かなんかで橋作ればいいのか。落ちたりすんなよお前ら。あー、案外すんなりいけたわなんか一人ぐらい落下してバカーっていうアクシデント、ちょっと心のどっかで期待してたよね。本当にお行儀のいいやつだだぜ。竜族の骨、あーなるほどなるほど。絶対またなんか敵出てくるだろうな、門番みたいなの。でもここが魔物の関所みたいになってんだ。うわー、捕らえられてる人がいる、かわいそう。結構やられてる人いるんだな。まあもともとなんかね、激しい戦火の中みたいな説明だったもんね、最初のルビスの説明も。あ、ここ改造すれば寝れる場所になるか。意味もなく寝といた方がいいかな、寝れるときに。いきなり夜とかになると辛いもんな。こういう場所は貴重だね。あ、バリケードだ。メルキド編で散々お世話になったやつ、これ持ってきたいな。マイラ村の周りにも、今の拠点の周りにも張りたいわこれ。で、うわ厄介だな、なんか魔法使いの多さ。ここは倒しても倒しても湧いてくる感じなのかな。あんまり相手にしすぎててもしょうがないか。でもこういう建物の中はやっぱ気になるよね。うわ倒れてる、生きてる人はいないか、悲しいな。えっ、あミミック、あれそういうのあんだっけこのゲーム。今までなかったじゃんそんな要素。くそ、うわー魔法も打ってくる。くそ、そいつの、あーバカ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 とか言っちゃったじゃん。ミミックはお前らに任せて、魔法使いは俺に任せろみたいなつもりだったのに今の。うわまた来たよ、忙しいな。目覚ましリング、眠りの攻撃なんて使ってくる敵いんのか。たまにキメラみたいな敵が使ってくるけどね、眠りの呪文。ラリフォー、
こっちの建物は、うわー、みんなで食卓囲んでる。あれ手出していいのかな。飽きちゃった酒飲んでたじゃん完全に。ごめんね、団らん邪魔しちゃって。そら怒るわな、楽しい時間邪魔しちゃったら。俺たちが悪だわ。よし、とりあえずテーブルはいただいてくとして、あ、宝箱あんじゃん。失礼します。あ、そういうのもあるんだ。あ、アクセサリーまだ何もないから、さっきの目覚ましリングも装備しとこうか。目覚ましと力の指輪、よし。発明メモってのがどっかにあるはずなんだけどね、見つかんねえな、それは。よし、さらに先に進むぜ。この床飾りも一応持ってこうか。なんかに使えるかな。うわ、敵多くてキリないな。でもバリケードは持っていきたいし。大変だぜここは。道的にはこっちが正解だけど、これなんだ、ボストロールがいる場所。ボストロールでも前なんかあれだな、サボテンとかある場所で戦ったら手も足も出なかったんだよな。銅の剣で1しかダメージ与えられなかったし。これ手出さない方がいいやつかな、今。手出さない方がいいんだろうな。もっといろいろと自信つけたらここには来よう。あ、てかこれそもそも壊せないんじゃないの。あ、壊せねえこの壁。まあ乗り越える方法はいくらでもあるけど、これ今は行くなってことなんだろうな。つまりもうそういうね、わざと危険地帯に突っ込んで、うわーやられちまったみたいなのはね、もういい。もうそういうのもうそういうのもういい。ここが最後の目的地になんのかな。あー、そっちもそっちでなんかあるけど、発明メモはそこにあるんだね多分。ん、誰かいる。え、生きてる人。あ、アネゴ、そこにいるのはアネゴだな。おや、君は僕の姿が見えるのか。あ、なんだ、死人か。死んでる割には顔色いいから生きてんのかなって思ったけど、まあ生きてる人間こんなとこにいるわけないわな。それでこんなところで何をしに。ひょっとすると牢に捕らえられてる女を助けに来たのかい。アネゴは俺たちの希望であり、夢であり、母であり、妹であり、希望なんだよ。だとしたらやめておくんだね。あんな女を助けるとろくなことにはならない。ん、どうしてかって。だってアネゴは俺たちの夢であり、希望であり。それはね、あの女が人殺しだからさ。悪いことは言わない。さあこのまま引き返すんだ。割とありがち人殺しって呼ばれておいて、実際はなんか殺してないっていうやつ。これなんだ。え、この空間何。え、ちょっと待って、もう一回話しかけてみようか。それで俺たちもそうですかと帰るわけにいかないんですよ。あー、でも全然、うわマジか、会話の内容変わんねえ。あの女が人殺しだからさ。人殺しってなんか言っといてね、漫画とかでよくある、俺は昔人を殺したんだみたいなこと言っといて、実際はただ見殺しにしただけみたいな、手を下したわけじゃなくてすげえベタなやつ。っていうか発明メモあるんじゃないの、少なくともね。え、姉子は今助けらんなくても、発明メモぐらいは見つけなきゃちょっと帰れないんですけど、あれか、あっちか、もう一箇所あったよね。うわー、暗くなってきちまった、これはまずいぞ。夜になると無理せず一回どっかで寝床作って寝るか。無理しない方がいいな。よし、こんなとこで寝るのもあれだけど
ここを寝床にしよう。一旦ね。ここここ。あの宝箱があれなんじゃないの。うわマジかよ。ここで手に入ると思ったんだけどな、発明メモ。こいつら倒したらこれ開くんだよね、多分宝箱が。あ、旅人の服壊れちまった。旅人の服の耐久度のことはあんま考えてなかったな。ちょっと待って、今の装備でこれもらうとまずいんじゃないの。この攻撃、攻撃重そうだぞ。あ、よかった、倒せた。はーい、あ、なんか看板があるぞ。トロル様の戦利品コレクション。あー、なるほどね。すいません、いただきまーす。では失礼。牛沢宝箱。あ、やった、宝箱を開けた。なんと発明メモを見つけた。これだ、欲しかったのは。ちょっとこの絨毯もいいな。で、ちょっと俺も実際にこの状態の姉子を見て思い出したけどさ、この発明メモを使って作る兵器で、新しく作る兵器でこの壁をぶっ壊すことができるんだよね、確か。だから一旦帰るしかないんだよな。この壁はね、大金槌でも壊すことができないので、姉子を目の前にして逃げ帰るのはちょっとあれだけど、帰るしかないんだな、ここは。お腹すいちゃったしな。ふう、いいタイミングだった。